キスはアレルギー反応を抑える法人医師にイグノーベル医学賞3。木又さんは大阪府寝屋川市のアレルギー隔クリニック院長。論文の実験では、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎を患う被験者数十人に、恋人や配偶者と30分間キスをしてもらった。その結果、 ダニやスギ花粉に対する皮膚のアレルギー反応が大幅に抑えられたという。